このビデオいつ編集するか分かりませんが、見ていただいた皆さんありがとうございました。ちょうどねこの上海の旅行中はトラベラーズノートのねプロフェッショナルユーザーとして紹介されたりとか、結構旅行中もいろいろと面白い展開になったのかなと思います。またね、当分は上海いいかな。なんか台湾とかの方が楽しいかもしれない。あ、でも上海も楽しいかな。でも意外とまた次行きたいのはさ、韓国だったり、台湾だったりとかするので、まあ、また次は泊まっておきたいですね。ということで、ケンさん TV でした。さよなら。かどうかちょっとわからないというピーチからね、ツイッターのお知らせがあったんですが、さて一体僕は帰れるんでしょうか。明日し綺麗ですね。 iPhone でもこんなに綺麗に映ってるんでいい感じでね、おーすごいという感じで、またこのビデオをね編集した時には皆さんぜひよろしければ見てください。それではケンさん TV でした。帰れるかな。